そうですね、今回は、はい、天才編集者ガキウチ君がいよいよこの後ここにやってくるわけですけどそうなんです、カゴでおなじみのさっきからカゴの人、カゴの人って出ててカゴの話もちょっとした方がいいかもしれないね。マドンナ先生間に合ったんですかね。マドンナ先生、わかんない、急いで帰って見るっつってんで、まあ、途中からアイマさん見てますか。アイちゃん、そういえばいいんですけどいろんな人が見てらっしゃいますんで、そうそう、そんで、はいはい、うん、どうする、あのガキウチ君伝説から言っていい。そうですね、あのまだあの今日、うん、あ今日っていうか今まで何回かね、うん、そのエピソードというか柿内くんのことを、うん、まあ、ネタにしてというか、うん、いろいろいじってきましたけど、うん、実際今日本人登場なんですけども、うんうんうん、あれでとりあえず、うん、来るかいかめしって来てたね。どういう人かっていうのを軽く、うん、まあ、まずはあのねあのね、これ言わせてこれ言わせてこれ言わせて、あの編集者なんですわ、はい、今日来るのは。で俺は漫画家、はい、彼は編集者、はい、でまあいろいろ回してる、はい、で俺は漫画家やってもうかれこれ30年近いですわはいはい、はい、もう29年目ですわプロになって。だから編集者っていう人たちと付き合いももう30年やってるわけ。チューブが30周年なんですだからいいって同じぐらいですね。ストップザインザサンな感じですか。シーズンインザサン的な感じですか、はい、そうですか。俺チューブと同じくらい編集者と付き合ってるんだよ。はい、そうそう、それで歴代のいろんな編集者見てきたわけだよ、はい、もうそれこそ手塚版からいるからね。おお、編集長クラスだけどね。でも俺手塚先生のネーム見た時さって話するわけよ。ああ、もうそれ言われちゃうとなんか、いや俺タッチ作った時さっていう話する人いるわけだよ、はいはいはい、編集者の小学館で。だからなんかもう、レジェンドレジェンドみたいな人もいるわけ。でもいろんな編集者がいてそれ合わない人もいっぱいいるわ。ああ、いるんですね。やっぱりいるわ、やっぱふざけ相性、相性、相性が。で、大概はこっちの問題なんだよ、やっぱ。あ、そうなの。そのだから若気の至り的なてめえこの野郎スーツ野郎って、うん、てめえらお前定期的にお金もらってるんだろこの野郎っていう、そういうことが言いたい思春期の頃はやっぱぶつかりますよ皆さん、はいはいはい、みんなそうですよ。このリア充がと、このクソリア充スーツ野郎がみたいな大企業がみたいな、みんな高学歴かえ高学歴かみたいなさお前も東大かみたいなやつがいっぱいいますからひねくれてますね。ひねくれてほんとに皆さんにこじらしますよ、うん、まあでもそれはともかくだよ。だんだん一人の人間として付き合えるようになってくるわけだよ、はいはい、だんだんその、うん、なんつうのちょっと売れたりして息も整ってくるみたいな、はいはい、酸素が脳みそに入ってくるみたいなあれ相手も人間なんだみたいな感じから、いろんな編集者いっぱいいるんだなってあって、で俺歴代編集者何人も好きな人いるんだよ、はい、でもねやっぱね振り返ってみてね、こいつやっぱ一番すげえなっていうのが今日のゲスト。ほう、この30年ほぼ30年のキャリアの中 で、こいつ一番すげえ、すごい編集者、すごい、うん、もうスーツ野郎じゃねえぞっていう、あ、これもうスーツ野郎超えてるっていう、スーツ野郎を超えたスーツ野郎、超えたスーツ野郎が登場したわけよ俺の人生の中で、はいはい、そんでそれでね最初すごかった、彼公文社にいたで、俺絶望に効く薬小学館でやってた。公文社、はい、で公文社と小学館違う、音羽組と、うん、あの要するにあのね、出版社って一橋組、音羽組って分かれてるの。え、一橋組っていうのが集英社、小学館、小学館の子会社集英社みたいなのがあって、はい、もう一つは講談社中心にした講談社ブロックっていうのがあって、はい、で公文社とかキングレコードとかそういうグループに分かれてる。キングレコードもうそう、あち同じ一派みたいなのあって、それでまあなんかまあいろいろあるんだけどさ、角川別組みたいなのあるんだよいろいろ。あ、だから俺は音羽っていう講談社から蹴られて一橋に拾われたの。ほうほうほう、音羽に振られて一橋に拾われた男なの俺、はいはいはい、そうそう、で彼は音羽の人なの、公文社だから、はいはいはい、で俺は一橋で、小学館で絶望に効く薬をやってた、はい、で佐藤と一緒に、まあ、次誰に行くみたいな、小野陽子さん行くみたいなことやってたわけずっと、はいはい、で小野陽子の並びで彼が選んだのが、いやうちの編集者で柿内君というヤバいやつがいるんだけど絶望に効く薬に出そうよって言い出した。え、小野陽子さん並べたん、佐藤と柿内君、あの人に厳しい佐藤が陽子のと柿内君並べたからほんでオファー出していいかなっつって、これはまあ一橋的にはちょっと気に入らないわけですわ。一橋のスーツ野郎を差し置いて、なんで音羽のスーツ野郎、しかも新入社員風情に、まあ、入って数年だから、へえ、何なのそれはっつって止められまして、あ、止められたんですね。それ企画かなわずですね、うん、あでこの野郎と思いますわな、それは。で俺がそのなんじゃの卑俗の才能っていうのを言葉を思いついて、でちょっとまあその迫害されてる人ほど才能あるよねっていう、うんうん、それでまあそのいじめられっ子ほどみんなうまくいってるよねっていうか、
成功してるよねっていう、うんうん、でそういうはみ出し物の本を出そうと思って秘蔵って言葉を思いついてこれ誰とやろうかなと思った時に掛内君しかいねえ会うしかねえ、うん、みたいなそれで俺会うわけよそこで最初の出会い、ね、10年ぐらい前だね、はいはいうん、そんで、うん、さ話作るわけこれちょっと待って待って待って、うん、そんで、ねうん、そんで一発かましましょうよって話になってそれがですや本屋大賞取るんですよ、うん、ほうほうほう本屋大賞だけどこれ本屋大賞だけどこれ中二受賞中二賞受賞っていうねこれこれがつくんですけどねこれね本屋大賞中二賞中二賞なんですこれ中二部門中二部門でこれ文庫になるときに正解者で出してタイトル変えてはみ出した自分を信じようっていうこれもっきりはみ出してる本になってますけどこれ分かりづらいんですけどこれでこれも垣内くんと一緒に作った垣内くんが正解者っていうところに移ったときにこれ作ったの、はいはいはい、でこれの元々の新書っていうのが秘蔵の才能っつって公文社から出してるんだけどこれがですよ中二大賞取りました本屋大賞、はい、大騒ぎですよこれ、はい、本屋大賞取ったんだからさすが中二魔王だと中二魔王中二魔王の晴れ舞台ですわこれまさかのスタッフが俺に連絡ミスで、はい、俺知らなかったえどういうこと俺何も知らないである蕎麦屋でネーム考えてたら電話かかってきて、はいはい、山さんほんとすいません今日受賞式でしたパドゥーパドゥーアイベッカパドゥーすごくねそれめっちゃ面白いじゃないですかそれで担当者この公文社の担当者、はい、もう大騒ぎですわ、はい、上にもうコテンパテンですわまあそうでしょうね土下座して5位ですわ普通はそうだよね魔王に膝まずけどそうそうそうそしたらですよ天才垣内くんが、はい、山田さんこの機に乗じて再販ですよ、うん、あ一発かましましょうと、はいはい、帯変えましょうと、はい、で普通の帯やめましょうよと普通の帯やめて帯どんどんでかくなってた時代だったのこの帯があーこれねこの最近こうだんだん帯より帯がだんだん表紙になって近づいてきてるってでかい帯っていうの流行ったじゃん、はい、で垣内くん言いました山田さん全部帯にしちゃいましょうえこれですこれこれが歴史的初めての全部帯これ見ますこれこれねちょっとねこうやって見るとねこれねこれ外すとこれ帯ですからほらえで、あ、表紙じゃないのこれ帯ですかね、帯オン帯もうね、帯の上に帯を重ねて売りますからこれ帯びてますねこれが、これが垣内クオリティこれが垣内クオリティでこんなん普通通んないよ、これやったことないんだもん、誰も、うんうん、そしたら、山さん、大丈夫です向こう土下座する気持ちいますから僕、通しますこのタイミングで交渉してきますからって言ってた張本人垣内義雄ご登場願いましょうすごい不利やなはいはいはいどうも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 これこれつけて懐かしいですね懐かしいねあじゃあつけて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 もう見てこの盛り上がり垣内ですかニコ生出んの初めてなんだよね。ハルプの無駄遣い。出ないよね。そう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 。そうカバーだと思ったよね。懐かしいっすね。懐かしいよね。そう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 。あれっすね。だからもうその中二賞取った時には、うんうん、あの僕公文社離れて辞めて正解者のとこ行ってたから、そう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 僕も神楽坂の蕎麦屋で飯食っちゃうんですよね。ちょっとこれ上に上に。うんはい、大丈夫聞こえるえマジであんまり蕎麦屋食ってだから段取りだから山田さんあ僕が飯を作家さんと食ってたんですね、うん、そしたら電話が、うん、あ山田さんが電話かかってきたんですよあそうだよ俺だって久々に山田さんだなんだろうっていうふうに言ったら、うん、なんか俺賞取ったらしいけどっていうふうに言ってはいみたいな感じになって2人とも知らないそうどうやら俺賞取ったらしいんだけど詳しいこと知ってるって言っていや賞取るはずないっすけどねみたいな感じでひどいよねえ本屋大賞とか言ってるからいや小説書いてないし、うん、ないしね何を言ってるんだろう山田さんって思ってじゃあちょっと念のためにちょっと聞いてみますよっていうふうに言って全員でこう電話をこうしたら授賞式だったんですよね。そうなん、その夜なの。僕も担当編集も知らない。担当編集知らない。作家も知らない。そう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 。どうなってんじゃんこれってなって。まあ、それは普通怒っていいところだよ。怒るというか何が起こったか分かんないから。だからまあちょっと編集長に聞いてみたんですね。その前の会社の。そしたらあれ言ってなかったっけってなって。言ってたつもりだったみたいないやいやそういうこと起こんだよ、ね、そうそうだから会場に用意されたんですね、うん、その中二が選んだんですよ来ると思ってそうそうそう本物の中二の人が選んでくれたんだよ俺のこと
え、大事なことじゃん、それって。中二が感動した中二の賞なんですよ。そうの部門なんだ。逆にそれ行かないっていうのがまた中二っていう感じ。いやそんなもんもらえない。行きたかった、行きたかった。違う違う違う、演出させてよ、それは。もうちょっと悩ませてよ。あえて行かないからとか言わせてよ。知らないでそば食ってんだぜ。どうしようもない。そう、だからあっちもびっくりですよ。会場も、あれ来ない、うん、みたいな感じだって。という経緯がありまして、そうそう、こんなことになってこれではどうしようかなみたいな感じだったけど、そうそうそう、僕は心の中でちゃんかいいチャンスだなみたいな感じで、まあ、とにかく、ね、まあ、終わったことはしょうがないんで、これからのことを考えるって時に、まあ、賞取ったら普通、まあ、こういった形だったんですよね。さっき見せてもらったように、いいですか、できればこういう話してて、いいよいいよいいよ、まあ、こういう形だったんで、ね、まあ普通そうですね、普通こう出る、まあ普通だったらね、4分の1ぐらいの伸びがついて、まあ、漫画大賞の権威を使わない手はないんで、ないから、ここにバーンって、まあ、漫画賞受賞って言ったらバーンってまた売れるかもしれないじゃないですか、うん、やっぱこれね、一人でも多くの人に読んでもらいたいわけですからそうですね、そうそう、うん、そもそもね、行列なんかに並びたくないあなた、おめでとうございますって、もうこれがもうちょっと卑俗感が、もう本当キレキレっすよ、うん、え、この文章作ったんですか。だからもう決まってんじゃん、おお、すげえすげえ、うん、まあ、最初もそういう感じなんですけどね、うん、そう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 、もう本当におめでとうございますみたいな、そう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 、へー、すごいよなって、で最初もう無邪気に中二賞受賞ってやろうかなと思ったんです、うん、思ったんですか、漫画大賞受賞、うんうん、卑俗じゃないなと、そうそうそう、普通じゃん、俺ら普通じゃんって、うん、そうそうそう、これなんか、うん、そうそうそう、ブランキー・ジェット・シティがミュージック・ステーション出たみたいな感じ、なんかもう出る、そうそうそう、いやもうブランキーは出ないよ、なるほどね、うん、で赤いタンバリ歌った時すごい残念だったんですね、僕、何かが壊れた、ブランキー大好きなんで、はいはい、もうそうなんですよ、まあなんか嫌な気持ち思い出して、はいはいはい、あ、これダメだと、うん、何やってんだっていう話をして、うんうん、そうそうしたよね、じゃあどうしましょうかって言って、うん、恵比寿の、うん、多分、うん、アトレの喫茶店ですよね、うん、そう、アトレね、そうそう、めっちゃ細かいな、思ってた、割と覚えてるよ、こういう時のことはね、そうそう、いや、もう、うん、いっそのこと、卑俗なことやんないとダメだってなって、うんうん、じゃあ何だろうって言った時に、さっき言ったように、だから帯ってなんかいろいろまちまちなってたんですよね、はいはい、で、ちょっと上げたり下げたりみたいな感じやってて、みんなここで宣伝スペースやりたいけど、もうここまでやっちゃえばいいんじゃないのっていう風な、なんか、うん、でもその時思いついたんですよね、思いついたんです、そうそう、思いついて、で、でああもうこれやっちゃおうって、もう上の許可取ってないけど、まあ、やっちゃえと、やっちゃおうって、まあ、事後報告でいいやっていう、そうそう、まあ、絶対こう追い目があるから通るだろうって、そうそう、っていうのがあったから、そうそうそう、多少の無理は通るだろう、そうそうそう、で、要するにこのスペースっていうのがキャンバスだと、そうそうそう、要するに山田さんにその時オーダーしたのは、これをキャンバスだと見立てて、好きなもん描いてくれた、一枚絵描いて、そうそう、だからこれ一枚絵なんですね。なるほど、開いて見たことなかった、そうなんですよ、だからこれをキャンバスと見立てて、うん、山田さんにとにかくこの卑俗の感覚をぶつけてくれっていう風な感じに言ったんですよ、そしたら出てきたのがこれで、うん、でこれ山田さんに言ったんですけど、うん、出てきたら正直困ったんですよ、うん、あ俺もそれちょっと今思いましたよ、思ったより卑俗できたなと思っていやでも卑俗化してんでしょ、そうなったら、そうそうそうですよ、うん、うわ来たなと思って、うん、何が一番困ったってですね、うん、要するにここにタイトル入れなきゃいけないですよ、うんうんうん、要するにこういうデザインなんでそうそうそう、いくら帯やってもそのままの絵すぎるっていうやつでしょ、要するに、ね、ここにねタイトル入れたらね、これ一番メインの日本列島のところは被っちゃうんですねだからこれ逆にするしかなくてなるほどなるほど、もうここまで卑俗なんですね実は、あーなるほどね、だ僕一切オーダー出さなかったんですよ、要するにここにタイトルが入るからここを避けて書いてくださいとか、ここにバーコードがあるからここは避けてとか言わずに、うんうん、もうこれがキャンパスだから、うん、もうこの大きさだけ書けばいいという感じだったんですよね、でまあ書いてでここにちっちゃく中二賞受賞、そうそう、本屋大賞、もうこれ8級です、もうそれ8級、あえて見えない卑俗すぎるでしょ、もうこんな権威にこびるわけないよ、そうそう、こびないよブランキーは、一応書くこと書く、書くことは書く使えるところは使ってるけどちょっとだけ、まあ、書店さんに分かればいいかなみたいな感じですね、そう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 、っていうふうに、まあ、やったんですね、でさっき、まあ、全帯って初めてって言いましたけど、実は文庫じゃ当たり前だったんです、うん、あ、そうだったんだ、そうそう、文庫じゃ当たり前で、新書で初だった、新書でなかったんですね、で帯ってどうやらここに2ミリ残せば帯らしいんですよ、うん、そういうルールがあったんだあ、残ってだ2ミリ残ってこれ2ミリ残さないとカバーになっちゃうらしくて、カバー扱いになっちゃう、カバーが2枚になっちゃうから管理上一応2ミリは開けてくれっていうふうになって、ギリ攻めたっていうこと、そうですね、だからこれ2ミリ分が卑俗になりきれなかったことですね、どこまで入れたら童貞卒業かみたいな、あ、そう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 、まあまあ、そうそうそう、話でしょ、そんな感じ、そうそうそう、この2ミリがね、そう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 、ギリギリの、これででも出版界変わったんだよ、全帯流行るんだよ、
いやだから流行ったのこれ。流行ったというか今書店行ったらみんなこれのパクリっすわ。皆さんみんな多分表紙しか思ってないです。いやいや、いやでもあの本当にこれ取ったら普通の要するにレベルなんで統一のデザインがあるわけですよね。これをなくすわけにはいかないですよ。新書だし、そうそう、新書っていうのはレベル単位で売ってるんで。だからでもこれなんかもう一線超えちゃったからもうみんないいやってなって多分他社も真似しだしたんですね、うん、だって今は帯が結構全帯多いんですよ。で一時期なんか誰かコラムニストか評論家がいかがなものかみたいな評論も書いてたりしてなんかこう俺たち怒られたんです。そうそう、紙の無駄遣いだろみたいな。いやというかなんかこうなんか新書の歴史があるのをこうなんか破壊して単行本化とか軽くなってるみたいな感じで言われて破壊してやったぜ。そうですね、まあそうそうそう、そういう感じで出版の歴史を変えたわけですね。でもみんなやりだすと逆にこれやるの卑俗じゃないですよね。そうなんだよ。だからもうすげえ途中から真面目になる。むしろ今はこう明朝体の方が新しい。明朝ですよ。思いっきりここに本屋大賞って書くからね。そうもうここの時にはもう悪びれず書いてもう悪びれず、はいはい、どうもすいません。この時にはやるんだ。属してますね。この時にはね、こうはみ出してここまではみ出しちゃうみたいなね。そうそう、ちょっとだけね、ここはみ出す。ここまでいかないんですよ。そうそう、もうはみ出しまくりみたいなね。そうそうですね。そうなんです。もともと柿内くんのメインワーク、あの有名なやつは竿だけ屋はなぜ潰れないかっていうのが、まあ、はい、一番最初彼がまあ、それやった頃にありましたね、多分。そうだね、サウダキア直後のサウダキア大フィーバーの時に山崎信也さんに俺も取材に行って、その時かな、あたりだよね。だからその辺は、ね、柿内さんのその、あたりかな、なんて言うんでしょう、うん、キャリアというか、どういう仕事をなさってきたのかみたいなのって、うん、まず有名なのがサウダキア、はい、あと、あれ、俺結構な、あれだよね、あと仮説のやつもそうだよね。そうですね、99.9% は仮説ってのもいいし、まあ、うん、そこそこいいし、あとあれ、ね、バルサ対マンユーも良くない？ あのね、サッカーの試合一冊をサッカーライターに新書にさせてるの。あれも初めてのここです。あの、あれですか、うん、メッシがヘッドで、あ、そうです、あの試合、あの試合か、そうです、あの最高の、まさかメッシがヘッドでっていう。あれはやばかったっすね。そうです、確かに。あれ何年だっけ、ね、あれの前に7年とか、まあ8年とかそれぐらいだったんですだね。うん、ああ、いや、これちょっとサッカー話できるのは僕はいけますね。だからこの人は代表戦の時に目覚ましかけてやっと起きて見られたなっつってコロンビアを応援してた。日本対コロンビアの時にコロンビアを応援。この間の時はね、僕全力でコロンビアと応援してたんですよ。ワールドカップで日本のために、そう、ここは勝っちゃいけないですよ、あの試合は。ほほー、なるほどね、貴族ですから。いや、僕は常にやっぱ才能が一番開花するしてほしいんですよ。はいはいはい、日本というサッカーの才能を開花するためにはあのブラジル勝っちゃダメなんですよ。ブラジルワールドカップでは全敗が必須。ほう、こっから、ま、あーなるほどね、 そんな運でペッて勝っちゃうより、まあ、渋谷でバーバーと言ってる場合じゃないですよ。そうなんですよ、まあ、確かに、ね、そうなんですよ。だからもう早朝起きてもうコロンビアコロンビアってずっとやってたんですよ。でもこういうのあんまり言うとなんかね、こうあるじゃないですか。あとね、うん、俺がいっぱいあるんだけどね、正解者に移って正解者新書っていうのを作るんだけど、そこで一番言ったのが武器としての許容じゃない、滝本さんの。あ、武器としての決断思考、ね、あ、そう、決断思考ね、うん、あ、武器としての許容はコンセプトで、ね、で、あ、そう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 、それで決断思考っていう、これで俺もそこで出させてもらってるんだよ、うん、その正解者新書っていう、はいはい、でこれが資本主義卒業試験、はい、でこれ同時に、これと同時にヨガの本も2人で作ろうとしてて、ヨガの本、そうで俺はヨガにハマってて、はい、でヨガのマスターに会いに行きたいと、でそれを同時に俺は資本主義卒業試験について考えたいって言って、でもうエコの問題いろいろ考えた挙句、資本主義が問題なんだったら今こそ資本主義を卒業しなきゃダメなんじゃんっつって、もううんざりなんだよこんな国っていう、この帯の書き方、ビレッジヴァンガードのポップ風っていうのもこの人が始まった。あ、パクったんです。パクってです、うん、こういう売り方ですよね。これちょっとびっくりなのは、これ開くじゃん、新書です、新書ってじゃん、開くと漫画ですかこれ。あー、なるほどね。で、あれ、何これ漫画じゃんって思うじゃん、小説になります途中から。これはー、で、え、小説なんだっすら、また漫画戻るの。あ、どっちなのみたいな。これいわゆる絵物語のパターンを漫画でして、だからこれで一発こういう世界観ですよっていうのを見せて、で、それで内容は
まあいろいろ難しい話が出てくるから G にするっていうパターンを2人で考えて仕掛けて仕掛けていくみたいな。面白かったです、ね、面白かった。こういうことをするのが面白いっていう。そうそう、ヨガはね本にならなかったですけど、そうヨガはいろいろあってね、ヨガね、ヨガはね面白いんで。でもね、いやこれは思想編で、うん、あと、はい、もう体編というか実際に体がこう向き合って、そう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 、でビクラムヨガってところに山田さん通ってて、共通の友人がそのビクラムヨガっていう一番に世界一のヨガグループなんですね、はいはいはい、ビクラムさんって人が始めて、まあ、ホットヨガの元祖なんですよ、はい、40度ぐらいのところでやる。あ、そうですそうです。でそうそうそう、その共通がそのヨガの先生やってて、はい、それ経由で山田さんもハマってヨガいいってなって、そう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 、でヨガの決定版の本ないな、なんか、そう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 、なんか女が適当になんか健康志向でみたいな、健康志向みたいな、なんかヨガってなんか美容のためファッションになってるじゃないですか。ファッションにもなってますね。もうなっちゃいましたね。じゃなくてやっぱりこのコアな部分、本当のヨガとは何じゃいと、そうそうそう、そういうもう哲学としてのヨガみたいなところをちゃんと捉えるために世界一のヨガの人にやっぱり行くのがいいだろうと思って、会いに行く主義だから、だったらそのビクラムさんに行くのがいいだろうっつって、ビクラムのとこ行ったんですか。カリフォルニアにいて、カリフォルニアにレディーガガとかが帰ってるっていうから、そうそうそう、ジョージ・クルーニーもね、そう、じゃあ一緒に行く。アメリカ人なんですか、そのビクラムさん。あとインド系アメリカ人ですね。あで今セレブだよね、大成功しちゃって、うん、もうね、マックヨガって言われてマックみたいにあるんですよ、あっちに。そこら辺にマックがのほどあるヨガスタジオ。それなどうなの、そ資本主義的にどうなの。そう、資本主義的ヨガ、 そこにコアなことを聞いてくる、うん、そうそう、もうそんなもんだってディスってる場合じゃないの、会いに行かなきゃ、うん、ビクラムチョウドリー。なるほど、そうそう、ね、なんでとりあえず会いに行ったんですよね。そうそうそう、行ったで、会ってマスタークラスっていうのがあって、はい、世界中からヨガの先生になるための人たちが集まってビクラム先生に教えを請うって会がある。そこに参加ですよ、2人で。あすごいぞ、もう、ね、マスターズマスターみたいな。マスターズだ、もうね、だからゴッド、世界中からですか、世界中からヨガの先生が来てるんだよ、うん、それが勉強しに来てるんだよ、はい、そこに紛れ込んでんの。何百人って世界中のマスターが来てるマスター大会にビクラムさんがゴッドとして君臨してみんなで教えるんですよ。 そこにいる。そうそう、もうスターウォーズの酒場だよ、ほとんど。もういろんな、いろんな星からやってらっしゃってる方がもうね、ゴロゴロしてて、はいはい、すげえなと思って、で、はい、まあ、それでさ、いろいろ言ったらさ、なんか出版関係いろいろな契約が難しくて弁護士が何だろう。そうそう、ビグラさんやっと会えたんですね。で話聞いたら、うん、じゃあヨガのこと聞くぞと思ったら、そうそうそう、いきなり険しい顔しだして、そうそう、権利がほにゃらら、そうそうそう、すごいぞアメリカ。アメリカ、いきなりアメリカの権利食らってますよ。アメリカすごいな、無邪気すぎて、そうそう、キャッキャ言って弁護士がいきなり3人来て、そうそうそうわーわーお前たちはなんとかなんとか、そうそうそう、わーわー海外デモみたいな始まっちゃった、5000万がどうのこうのとか、なんかドルがなんとか、今ちょっとニューヨークに電話するみたいなやってんのってなって、そう、みたいな感じになって、そうそう、僕らね、そうそう、もう生きていって話聞こうと思ったら、そうそう、あまりにも準備しなさすぎて、そうそうまたまたっていう、あ、なるほどね。What can I do? 俺は話したいんだけど、権利に縛られて俺は何にも話せないんだみたいな感じになっちゃって。なんか息苦しいですね、ヨガ、そうそうそう、マスター。いや、それはだからアメリカだから。だけど俺たちそれで負けてないから。俺たちカリフォルニアに行っちゃったわけだから。はい、で彼サーファーじゃん。マリブ行かなきゃダメじゃん。サーファーじゃん、多分さ。あ、ごめんなさい。初めて出てくる。竹内君サーファーなん、そのかなりのサーファーなん。かなりのサーファーなん。もう、まあ、好き、下手ですけど、まあ。波を読んでるわけよ。波を読んでる。読んでるわけよ。その千葉でガンガン攻めてるわけよ、もともとが。それで俺たちカリフォルニア行っちゃったわけじゃん。はい、そしたらマリブビーチが待ってるわけじゃん。まあ、まあ、世界的に有名な。世界的な有名なさ。ね、そしてさ、まあそしたらさ、オープンカー乗らなきゃダメじゃん。オープンカー。オープンカーにやっぱり乗るわけじゃん、やっぱり。これこれオープンカー乗るわけじゃん、これやっぱりこれこうなるじゃん、これ、うんうん、これ踏んじゃなくてそうですね、怪しいですね、わざわざ企画のために行ったのにもう企画飛んじゃしちゃったんで、ただのバケーション、もうただのバカなんですよ、まあ、かなりバカでしょだからバカどうしよう。それでね、これもうここまで行こうと、もうあえてのこれマスタングで映ってるって、もうマスタングどうしかないなと思ってそうマスタング探したんですよ。そうこれ資本主義に毒されてませんか。はいはい、大好きです。資本主義最高みたいな。なめんなよ、貴族をなめんなよ。貴族はただの最悪だと思うなよ、この野郎。ドラッグストアの駐車場に止めて。ドラッグストアの駐車場に止めて。どっぷりアメリカ人やるぞ。本当にやるときはやるからな、俺たちもな。やることなくなっちゃったんでね。そうそう。そんでマリブビーチでうっとりなって、うん、やってましたよ。何をしてるんですか。いや楽しかったっすね。いやそれでですよ、これ、うんうん、これサーファー、あ、普段こんな感じでサーフィンしてます、こんな感じでサーフィンをやってます。あ、これいい写真っすね。アノニマスこれベニスかどっかで買ったんですか。え、
こう仮面は。あ、これアマゾンですね。アマゾンね。卒業できてねー。やっぱ左翼なんだ。いや左翼じゃねえぞ。アノニマスだって。いや見たらなんか欲しくなっちゃって。うん、なんか被ってみたいなって一回思って、うん。なるほどねー、うん。こんな感じの垣内さんです。そしてですよ。はい。なめんなよ垣内店舗。別に舐めてませんよ。この人、この人、売るためだったら脱ぎます。これ見てください、ね。これ昔の、聞こえ。昔ですね。テレビブロスですね、これ。ちょっと。これ、垣内さん？そうです。まあ、若いんで、ちょっと今、いやだいぶ若いですけどね。うん、なんか、今の方が、うん、そうね、だいぶ、だいぶ赤みたいだよね。そうね。まあ、メガネかけてましたし、ね。これ何年前ですか？これは8年前ぐらい。このはウェブはバカと暇人のものっていう、あ、いいよ、よかったよね、本ね。本があって、うん、そのプロモーションとしてテレビブロスに何でもやるからページくれっていう、ドン引きしてしまいましたっていう、ドン引きしてしまいましたっていう素敵なコメントが今流れましたけど、いや、テレビブロスに何でもしますって言っちゃダメだったんですね。これは皆さん覚えておいてほしいですね。テレビブロスにはもう何でもしますと言っちゃダメだと。その著者が中川純一郎さんっていう、はい、まあ、ウェブ界隈で有名な人なんですけど、で、まあ、その人と、うん、まあ、テレビブロスでもともと書いてたんですよ。だからちょっと昔の馴染みでちょっと宣伝お願いしますって言って、うん、言ったら2ページあげると、うん、何でもしますって2人で言ったら、うん、テレビブロスの編集者が1週間ちょっと考えますってやってきたのが、うんうん、あ、2人じゃあ全裸で対談してくださいみたいな感じになって、あ、これブロス計画なのこれ。そうです。いやこれ男子校乗りですね、ブロス。いやでも、なんか、いや、ブロスそういう匂いするよね。で、なんで全裸なのかって言ったら、その時某なんか、あの、うん、ジャニーズの団体あるじゃないですか。あ、はい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 、スマップって、はいはいはい、あそこのなんか草薙君ってやつが、あ、なんか、あの時なんだ、なんあの直後なんですよ。乗っかったね。すごい余波で来たんですよ、僕のところまで。なぜ。いや、ブロスすごいなと、うん、だってそれで、うん、あれですよ、このタイトルのとこないですけど、うん、2人で信号信号っつってんですよ。で、見出しのところが信号信号を巡って気持ち悪いアホばっかだっていう風な、バカと暇人ばっかだっていうのをちょっと最初に茶化しながら、なるほど、要するにスマップ茶化してるんですよ、最初から。あ、はいはいはい、そんなのできるのテレビブロスしかないですよね。あ、違い保険だから。そうそう、これだって僕いた公務社って雑誌だって絶対できないですよ、もう。あ、なるほどね。そうそう、だからブロスすごいなと。で、うん、全裸で、うん、セキララ対談をしましょうっつって言ったんで、うん、まあ、やるざるを得ないです、ね。いや、まあ、やるよね、やるよね、売るためなら何でやるよね。あとあれで思い出すのがこのキラクエッションっていう本を一緒に作ってんだけど、はい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 、これもこん時もすごい面白かった。こん時は山田さん、マラソンしましょうって言い出して、42.195キロ、42店舗僕回りますから、山田さんオリジナルのポップを42個作ってください。あ、書店に合わせてね。書店に合わせて、俺42種類の肉質のポップを俺が書く。よくやりましたよね。よくやったよね。やったもん。やったよ。俺もやるし、この人もやるわけよ。行くわけ、夏の暑い時に。え、待って、195だった。195は、あの、要するにですね、まあこれ反則する時に、うんうん、あの、まあ、売りたいわけですよね。はい、なんでやっぱ漫画家としての絵のね、うんうん、要するに山田さんとずっとやってたのは、うん、最初は絵を使わないって縛りでやってたんですよ。そう、あ、漫画家だけど、いや漫画家だからこそ絵を絶対に武器を、うん、絵を使わずに文章だけで勝負しようって。そうそうそう、キラクエッションもそうなんですよ、実は。まあ帯にはちょっと使ってますけど、中身には一切使うとはいくらでもね、やっぱ絵だと、うん、漫画あった方が分かりやすいんですけど、うん、使わないと、うん、でも反則の時のやっぱり漫画家としての力を最大限利用してやりたいから、うんうん、やっぱり直筆ポップって聞くんですよね、漫画家の。でもすごい手間かかるんですよ、うん、だから大体この1個作ってもらってすってコピーして直筆っぽくやるでも、あれ嘘じゃないですか、うんうん、で嘘が嘘が嫌いなんですよ、だから嘘を嘘が嫌い。そうそうそう、はい、え、だって直筆っぽくやってたけどすってるよっていうのって、だったら印字にしろ、あのフォントにしろよと思うんですよ、うんうん、っていうんで、でその時なんか知らないけどマラソン思いついたんですよ ね、うんうん、ね、で山田さんにとにかくたくさん書いてもらおうって思ってて、うん、無理を強いるからにはこっちも何か等価交換をしないといけない、等価交換だったねと言った時に、じゃあ 42.195 店舗回るから、うん、こっちは回るから。そうそうそう、あれだから2週間かけて午前中使ったんですよね、うんうん、午前中他の編集作業は午後やりながら午前中を、そう、うん、書店で、で秘蔵の才能と、キラクエッションね、だからキラクエッションの時の秘蔵の才能と、うん、多分あの、うん、絶役の上位点の、あ、そうね、うん、あ、そうそう、とかそういった話を、ね、と店舗に42個選んで、うん、で池袋の書店だったら池袋を
描いたポップみたいな、あ、そのご当地ものにちょっと合わせて立ちか国立ちだった国立の、なるほどね、っていう、要するに絶対これは一枚絵でオリジナルだよっていうのが分かる形で、はあ、なんだろう、お店のために僕描きましたよ、なんとか書店様って全部描いて、色もつけてもらって、そう、色つけたからね、はあ、だから結構多分連載するぐらい大変だった、うん、そう大変だそう、でもそういう時の方が楽しくないですか、盛り上がりが文化祭的な感じ、ね、うん、この番組も文化祭的な感じで楽しいんだけどそう、そう、俺文化祭好きなんだなと思って終わらない前夜祭、終わらない前夜祭がずっと続いてるっていう、そう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 、そういう感じ、それで 42.195 点、あ、 0.195 点はさ、その時五穀寺にいたんで、さっき言ったオトワグループなんですけど、五穀、ね、まあ、寺にある書店を、まあ、0.195 でいいかなみたいな感じまあまあいいかなそうそう、まあ約43いったと、そうですね、はい、それで最後あのテープ貼って自分でこう、うん、でゴールってやったんですよ、最後ね、いやゴールないとダメじゃん、あ、だから孤独な戦いなんで、そうそうそう、2人で、あ、いや、それは僕がやりました、1人で、あ、僕は会社に自分でゴールってテープを貼って、はい、で一応ゴールって、いやマラソンってゴールしなきゃえ、それあの周りでういみたいな、あ、いやいや、それ恥ずかしいから会議室で僕一人でやりましたけど一応自分のためにやったんで、ああ自分で自分を褒めてあげたいって、うん、超大変だったんですよ、42キロ、なるほど、面白いでしょ、いや面白いですね、面白い、面白い、なでね、まだ言ってないけどね、この人ね、こんだけ面白いのに高校時代友達一人もいなかったんだから、え、そうっすね、中学の時はいたんだっけ、中学の時はいましたね、うん、面白いでしょ、だからね、高1の途中まではいましたね途中から誰とも喋らなくなるんでしょ、そうですね、まあ、高2はギリギリ挨拶とかしてましたけど高3が誰とも喋ってないですね、ほとんど高3誰とも喋らない1年間少し、何があった、何があったって、ほら皆さんこれ食いついてらっしゃる、いやだから貴族の裁量みたいなそうそうそう、すごい分かるから、もうのめり込んだんですよ、もうじゃあこれは柿内くんの話でもあるってことですか、まあ、俺らだよね、うん、俺もそうだから、俺は多分表面的には付き合うけど気持ちは卑俗だから、漫画業界でも卑俗じゃん俺って、そうですね、そう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 ゴールデンボンバーに言われたからね、そうやってそうそうそう、でもそうなんだよね、同じタイプだから一緒にやれるっていうのが、うん、そうですね、そう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 、だからその中二賞とかめっちゃ嬉しかった、そうなんだよ、そうだ、だって中二生が動い選んでくれたんですよ、そうだね、まあ、その後対談しましたけどね、クラッシュで対談したじゃないですか、そう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 、中二の人選んでくれて、中二の子たちとその時会えなかったから彼らに合わせてあげたいってことで僕が書いたよなるほど、一応アフターフォローしたの、ありがとうございますって、そう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 、懐かしい、そう懐かしいね、そうそうそう、あとあれだよ、最近だとホリエモンのゼロも、そうですね、弟しかな、弟しかな、結構あれも俺が好きだったのはブレインストーミングをとりあえずあのホテル借り切って有名編集者寄って集めて朝までってやつだよね、あ、合宿、ね、アイディア出るまで合宿っていう、男臭い、男臭い、何人でやったの、あれ3人ですね、3人出ないで部屋からだからタイトル決まるまで、うんうん、タイトルとコンセプト、あ、構成ですね、どういうコンセプトにしてやるかっていうのを、うんうん、あのライターさんと僕と、うん、あと、うん、ケイクスっていうサービスの加藤さんと共同編集みたいな形でやってますね、うん、はい、で3人でずっと出るまでやって、うん、で朝の朝飯食ってる時にゼロっていうのがちょっと思いついたんですね、あのタイトルが一晩中かけて考えて考えて煮詰まって仮眠 1,2 時間寝て朝飯食って何も考えてない時になんかパッとこう熟成してこう出てきたっていう、それでツイッターでずっとね、あれだよね、あ、その時ニコ生やりましたよ、ああそっか、だから堀江さんにこう取材してあの子供の時の話とか全部聞き出そうとしたのは全部ニコ生で公開したんですよ、だから制作過程を全部オープンにするっていう形でやったんですよ、あれは、でタイトル決めたんですか、タイトル、そうですね、構成決まって、まあ、構成はみんなで決めた、ゼロ、何もない自分に小さな1を足していく、あ、そうですね、それは、あ、そうそうそう、あのこれはすごいいい本なんで、ぜひ読んで、だから、まあ、出所してきてゼロから始まりますよっていうタイミングで出す本っていうんで、じゃあどうするんだ、ケーキ満了の日に発売っていう感じで、はい、でそれでそのまた振り方もすごいんだよ、え、ま、だ本できてないのにホリエモンと一緒に書店回ってんだこの人あれは本ないんだから、人生史上一番書店回りましたね、そう、すごくない、本ないんだよ北海道から福岡まで回りましたからこういうの出るからそう、あ、一章までしかなくて、ね、まだすいません堀江です本出します、よろしくお願いします、堀江もってそんなこともする人なんですか、いやだからもうやってもらうしかなかったですよ、やらせるから、あ、だからもうこれはもう絶対に必要な本だから、で堀江さんもものすごくコミットして一緒にこう、うん、今まで言わなかった情報とかも言いながら
やってたんで、すごくやっぱチームとして一緒にやろうって言って、だから取り、だからもうその発売前に取り次ぎとか、うん、まあ、これダイヤモンド社で出してるんで、ダイヤモンド社の制作チーム販売チームと一緒にやったんですけど、もうとにかく事前のプロモーションをあんなにやったらないです ね、 そうね、普通出てからやるじゃないですか。まあそうですね、出てからやっちゃ遅いですよ、サイン会とかも含めてね。そうそう、ああ、まあ本人来たらね断れないしね。100店舗以上回りましたね全国だから。っていうかそういうことやるんですね。そうなんだ、スーツ野郎ってデスクから離れない感じに、ね、稼ぐんですよ。売るためなら何でもやります。売るためなら何でもやる。ゼロの時はクリエイティブだし、その後はクラウドファンディングで、前は初手営業して、あとは無料イベントを全国でやったんですよ。1000人規模のやつは、はい、それはクラウドファンディングで500万円集めてでやったんですね。はとか、それも個人でやったんです僕が。やったんで、僕の口座に500万いきなり振り込まれてきてこれどうしようみたいな感じでどうしようって自分で当たったね。クラウドファンディングってあれ逃げたらどうするんですかね。そうだ ね、 ねってちょっと思いましたけど。そうだ ね、 そうだね、うん、でも逃げらんないんじゃないの。だって僕こういうの使います、全部だからガラス張りにしたん で、 あで結局全部使ったんで。ああすごい、ね、逆転の仕事論は書き打ちたんですか。いや、あれは関係ないです、全く関係ない最近だと、あと嫌われる勇気、古賀さんのやつやってるよね。嫌われる勇気が、まあ、うん、今一番僕がそうだね、あの世の中で広めるのに、ね、嫌われる勇気はすごいよ、今売れ方が半端ないよ、はい、知ってる？アドラー心理学。いや、全然知らないです知らないあの、いい本なんで。そう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 、わかりました。今、書店で相当まだロングセラーだよね、未だに伸びてる。そうですね、まあ、うん、あれはもうその今までの、うんうん、集大成だね、全部をつぎ込んだ作品なんで。そうそうそう、あれは面白かった。そうそうそう、あれもか、書店で見たのって、うん、そうなんだ、うん、うん、あともちろんあれですよ、これもそうですよ、このタイトル、うん、このタイトル、え、このタイトルはこの人が犯人ですよ。だから俺フェミニストでおなじみの山田レジがなんでタイトルだっていうふうに言われたのはこの人がつけたからです、このタイトル。モテない女は罪である。そうそうですね、女の、この人すごいんだよ、山田さんも女のための本書いてないですよねっつって、女性のためにやりましょうよって言いながらこのタイトルだからねああまあでもこれ俺最初聞いた時は、うん、やっぱちょっとドキッとしますもん。ドキッとするでしょ、うん、罪なのみたいな。そう、モテないってこと罪なのみたいな。恋愛しないとクズなのみたいな。そう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 、この人のこの人ですかこの人だから そこがうまいんだよな。だからその辺のそのなんだろうな、秘密を知りたいんだけど、これって語れるもんかね。語れるもんじゃない気もするんだよ、ね、その発想の仕方とかそういうことですか。うん、うん、だなんかそのなんか何が売れるか何が売れるかって考えてる。あんま考えない、意外と考えてないよね何が面白いか、うん、何が面白いかって。何が面白いかだけじゃないですか、うんうん、売れるのは結果論、ね、そうだよね。この間そうそう、この人だいぶ前だけど、うん、友達がいっぱい結婚式をしだすシーズンっていうのに入ってきた時期があるんだよね。30代のちょい前ぐらい、 あれは20代後半ぐらいに、ね、そう、そんで金が出るそのたんびに、うん、で、結婚式山田さんあれ暴力ですよ結婚式って暴力じゃないですかってずっと言っててあ、これ新書で出そうかな、結婚式という暴力これ売れそうでしょあ、で誰かいないかな書く人って言うんだよそんで結婚式関係の周りのライターさん集めて、これで結婚式という名の暴力って出そうかなって。出てないですけどね。出てないいつでも別にいつでも OK わかるこの感覚。いやだって暴力の定義と同じなんですもん、うん、一方的な暴力じゃないですか。そうやな、一方的な、まあ、理不尽な ね、 理不尽ですよね。だって幸せだったらいいですか何しても、うん、なるほどなるほど、うんうんうん、一方的なタコ殴りっていう感じじゃないですか、うん、タコ殴りだね。だけど今聞いてて、うん、あの思ったのが、うんうん、なんかその突飛なことじゃないんですよね、うん、柿内さんの意外と普通だ。すごい普通の感覚。そうそうそう、誰でも感じるところです。なんかそれをすごい素直にスッとこう出せる、うん、っていう、なんかなんだろうな、うん、あ、逆に言うとあんまり考え込まないのがすごいな。でも納得いかないのは嫌ですね。そこですよね、その引っかかりが多分普通の人より、うん、未だに結婚式納得いってないです ね、まあ、俺もそれは納得いかないですもん。この間久々行ったんですけど、うん、もうちょっと納得やっぱできなくて暴力だ。ああ暴力だ。でも今自分は暴力を受けてるんだと思えば、まあレイプされてんだもん。そうそうそういう感じで全然いいんで。
まあ、例えばね、そのご祝儀のなんかまあ明記されじゃないですけど3万円が相場だったりするじゃないですか、社会人の場合あれね、うん、でも偶数だとなんか割り切れるからみたいな、そうそう、で2時間の案内とか来るじゃないですか、なんか男性8000円女性6000円とか書いてあるじゃないですか、祝儀もそうしろよって思わないですか、まあね、えだって男性3万円でだったら女性2万円でも2万円いったらなんか3万円入れてないやつみたいなのもあるじゃん、はいはいはい、あの二次会を差つけてなんか祝儀だけはもらっておきますみたいな、でもなんかそれ言うとさ、自分が結婚式あげるときには帰ってくるからみたいなこと言うじゃないですか、いやでもそれがそれしないやつはもうね、違うじゃないですか、僕知り合いにもう結婚式に800万円出してて自分はもう結婚諦めてる女性してるんですよ知り合いの結婚式にリア充な、だからすごい人脈広い人なんですねああそうか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 、だからすごい誘われるんですよ、はいはいはい、でそのために3万円、女性の場合だと着付けとかでプラス何万かかって、まあ、実際ごめんだすじゃないですか、で月一で誘われてもう20年とかさっきのね30年とか経ってると、ね、もうとんでもない額になるわけですよね、800万とか、うん、なってるのにもう本人は結婚できずに誰とは言わないですけど、あの結婚できずにもう諦めてですね、すごい出費だけで、でもその何百人っていう人たちは自分らは結婚良かったね、結婚式やってあの時は良かった、ハッピーだったっていう気持ちしかなくて、まさかね、何百、いやそれはね、納得いかないですよ、出しましょう納得いかないですよねその人に書いてもらうじゃん、いや本当に、いやでもその人は別にそんなの何も気にしないですよ、ああ、うん、あとねこの人新入社員の時に上司いっぱい敵に回すわけですよ、この人回してないですよ全然僕敵が作らないタイプ、レイさん結構話盛りますからね俺だってさ、俺 その同世代の編集者も知ってるじゃん、だからカッキーがどんだけあのなんていうのかな、その異質な存在としてスターとしてボーンとその公文社で現れたっていうのを知ってるわけよ、みんな、はいはいはい、そうだ、すげえの現れちゃったなっていう感じがあるわけよ、だこの人にとってはそのなんつうのかな、あのみんながこう眩しく見てるなっていうよりは、このおっさんたち邪魔だなと思ってたと思うんだよねそう言わないにしろ、そうそう、だけど ここでぶつかったら大人としてダメだと、やめるわけにいかないぞっていう葛藤で、この人が取った戦略が、敵はジジイだと、ジジイを知ろうと、だから必要なのはジジイのに対するリテラシーだっつって、うんうん、ジジイリテラシーって言葉をこの人作って、うん、ジジイリテラシーっていう新書出してるから、この人そうですね、若い演出そのライターの女の子を使ってジジイリテラシーはないとダメですよねそうそうそう、だそこでぶつかるんじゃないんだよ、果て社会で生き抜くにはとりあえず、うん、ぶつかるとかどうでもいいんですよ、要はだ知ってないとそうリテラシーの問題、要は売りたいんですよ、で売りたいでぶつからずに売れたら別にいいんですよ、はいはい、でも売るためにはぶつからないといけない時あるじゃないですか、なるほどなるほど、だからそれをどう解消するかっていうところが目的で、別にぶつかるのはどうでもいいんですよね、別にぶつかりたくてぶつかってるわけじゃないんで、はい、だからさ、そっちのこうやった方が多分いいのにな、世の中に広まるな、この素晴らしい考えが、うんうん、もっと世の中に広まるのになって言ってるのに、何かそうならない時には納得がいかないから、うん、なるほどなるほど、ただそこでぶつかると余計そのなんだろう、例えばじゃあその1回ではうまくいったとしても次に敵になってしまうと、うんうんうん、人間関係ですもんね、結局抵抗勢力みたいになっちゃうと、結局人間関係によって売れる才能が世の中に出なかったり、潰れていってしまう、そう、売れる本があんまり売れなかったりするのはアホらしいんで、だから結果的に社会を不幸にする、そうそうそう、だからぶつかる借り方が重要なんですよ、うん、だから後腐れなくうまいことをやる、敵を知ろうってところから始めよう、損失だ、いや別にその人はその人でスタンスがあるわけで損失ですよ、そうですか、別にその人が悪いんじゃなくて、ね、お互いの立ち位置とベクトルが違うだけなんですよ、そうね、単純に世代によって全然違う、いい悪いじゃないですよ、別にその人がアホだとかそうじゃなくて、単純に多分取ってる見方が違うだけなんですよね、うん、だからどうやって合わせるかっていうなんか調整、なるほどね、なんかそんでアイデアをすぐ、うん、どうぞそんな川岸君もそれは先輩になるわけですよ、はい、それで正解者に移るわけよ、はい、そうするとその後輩今井君っていうのを僕紹介されて一緒に仕事とかしてて、まあ、このさっきのは今井君、そうこれとか今井君と一緒にやって、今これ正解者新書の編集長をやってるのは今井君なんだけど、聞いてきたよ、あ新書の編集じゃないです、次世代ってサイトの編集、あ次世代のねサイトの編集って今井くんっていうのはいいんだけど、やってますよ、 今井くんもあの全裸対談やってますから、同じ中川さん、同じ中川さんと伝統なんですか、もう引き継いでますからす、ね、あの人も、うん、そう、そんで俺実は聞いてきた、その今井くんに、あそうなんですか、駆け打ち伝説あそれ全然知らなかったそんなので、あそうなんですね、ジローに連れてかれました
ラーメン二郎。そう、ラーメン二郎編、そうそうそう、うんうん、で入ったら俺の名刺があるからチェックよろしくねとのたまうが、店の名刺はすでに片付けられており意気消沈で、特大サイズの大ダブル以外は俺は認めないのよと言っていたのにもかかわらず自分はノーマルサイズを注文し、しかも残すっていう で、まあ、それをまあその後後輩に、まあこの店この店舗は初心者用だからねというのがやっとだったっていうのは、まあこれあの武勇伝として言われてますね今から。ああなるほど、はいはい、もうそうですね、もう老害ですね、はい、あとこう今井君が今リアル脱出ゲームにハマっているらしいんですけど、あ僕がハマってるんです、ね、あなたがハマってでもなんか後輩の今井がツイッターやフェイスブックにそのリアル脱出ゲームに行くというと、まあ、いきなり LINE に最後の答えは何とかと言っていきなり送ってきてやる気をそぐっていうのやめてくれって言ってますねそうですね、はい、うん、大人はやないですね何も言えない、もっと仕事のね、うん、いいとこ言ってくれないよりね、うん、あとね後輩にいろんな人紹介してくれるのはありがたいんだけど、誰に合わせたかすぐ忘れるってで何回もあの今井君って山田さんに会ったことあったっけって真顔と聞いてくるっていうことを言ってますね。そうでしたっけ、そうみたいですね、うん、人の名前覚えられないではありますけどねそう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 、でも意外と割とこう彼から来たのではこれはひどいなっていうのはなかったね、うん、うん、まあそう、うんうん、いい関係ですからね多分ジローは ね、うん、ジロー、でも自分が食べるなんて一言も言ってないですよ。あそうなの、うんうん、この間今井君のツイッターですごいの見た。何ですか？サンドイッチ半分くれ事件。ああえでも普通じゃないですかサンドイッチ、サンドイッチサンドイッチあるじゃないですか、その時奥聞いて、まあ、要はサンドイッチ事件、サンドイッチが伯爵が作ったサンドイッチ事件、これこれこれ、はいはいはい、サンドイッチありますね、これこれこういうサンドイッチあれ、はい、で半分食べるっつって残ってこれこれ普通切ってこう切ってこの部分をこれこの部分を食べるじゃん、うんうん、普通は、うん、この片面だけをこの人食べたっていうえパンだけ、そしてそれを残してあ俺ダイエット中だったって言ったっていう今井君からのクレームが来てまして、これもすごいよ、ね、あなんか残り食べてってやつ、ね、そう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 、多分ね前段が思い出したんですね、多分市ヶ谷のドトールだったあそうなんだ、あドトールじゃないや、そうそうそう、あそこ銀座ルノワールですね、ルノワール、まあ、どこでもいいですよいや重要なんですよ、やべやべやべ、ルノワールの方が高いです、ね、ルノワールは飯がまずいんですよ、コーヒーもまずいしやばいな、まあ、談話室ですからね、いやというか違う、あそこは意図的にやってると僕は思ってるんですよ要するに居心地が重要です、サラリーマンの居心地なんですよ、はい、40代の人の居心地が一番いい空間を作ってんで、飯うまくなりすぎてもダメなんですよ、コーヒーがうまくなりすぎてもダメで、あ若い子が来ちゃうから、そうです、あの人たちが僕も含めてあのルノワールが心地いい人たちいるじゃないですか、僕もそうなんですよ、ルノワール大好きですから、はぁ、その味に合わせて、だからもっと企業努力して多分ご飯を美味しくするってのはできるんだけど、あえて止めてるんですよ多分意図的に、あの僕の主観ですね、ジジイリテラシーの人、僕の勝手ですよ、間違ってるかもしれないですよ、うん、でそこでなんかご飯食べますかって言うから岩井くんはサンドイッチ食べるっつって、僕は減量中というかその時食べなかったんですね、でも来たらうまそうだからちょっとちょうだい、一口ちょうだいって言って片面だけ食べたんだと思いますよ多分そう、謎の説得力っていうのがなんか、だからあのまずい、そうだよな、だからまずいって言ったのに食っといてしかも残すっていうのが多分納得いかなかったじゃないですか、そうだね、そうだ、もうねすごいよ、だからね、分かるでしょ、仕事してて楽しいの分かるでしょ、楽しいっていうか、うん、今思ったのが、うんうん、この30分ぐらいですけど、はいはい、ツッコみやすいんですよボケ、そのツッコミに対してそのシュールに返すからそのなんだろう、照れがないっていうか、いや俺普通だけどみたいな、あそうだね、なんかそれがすごいポーカーフェイスでおなじみのやりやすいですよね、カッキーだからね、そう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 、だから何言っても答えてくれそうな、うんうん、ほんでちょっと無料部分がそろそろなくなってきたんでろくな話してなくないか、いや絶対面白いと思う、俺これ出版業界の人絶対見てほしいと思う、結構見てんじゃないか、いや見ないでいいです、いや見ないでいいです業界視聴率、いやつうかね、本を作る、物を作るってなんじゃいって話に全部通じるんで、はいはい、とにかくまともじゃないから面白いんだよ、それにさ、でさ、それでちょっと編集のこと考えてて、で俺今週先週ずっと、まあ、ネームばっかやってんだけど、ずっと何度も何度も見てたのが、フランスかなんかのドキュメンタリー会社が作ったジョブズ対ゲイツっていうやつ、 BS ドキュメンタリー見た、スティーブ・ジョブズ対ビル・ゲイツ、はいはい、で、まあ、そのいろんなバーサスをやってるんだよ、
そのマルコム X 対キングボクシング。ああ知ってる、その番組でも見てない。見てないで、うん、それをみんな見たんだけど、うん、一番面白かったのがジョブズ対ゲイズって。でそれは散々見てるんだよ俺、それジョブズと映画にもなってるしさ、本も読んでるしさ、だから知ってる話ばっかりなはずなんだけど、やっぱり見てて面白い。いや何が面白いんだろうなってずっと思ってた、はい、でしたらさ、あの二人の関して何が面白いの。ジョブズってヒッピーなんだよ、あ基本的に、うん、でね、ゲイツはねオタクなナードなの。だからヒッピー対ナードの戦いなので、両方でジョブズは一見あれなんだよ、オタクかなと思うけど全然オタクじゃない、でもリア充でもないの、あいつヒッピーなんだよ、うん、で要するにこれ何かなと思って、ね、ちょっと見てたら面白かったのがね、これね、まずね、はい、まずこれ、ジョブズコンビ、これ創業の時のジョブズで、スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックね、これ、うんうん、有名なスティーブ2人で始めましたっつってね。でこいつ天才プログラマーで、こっちの方が本物のオタクなんで、その何、僕パソコンしかできませんみたいな人なの。でこいつすげえなってこいつ思って、自分もやるんだけど、こいつ使って一発儲けられんじゃねえかっつってマック作るのに至るわけで、この2人って、うん、でこれハードウェア作るんだけど、これ面白いのが、うん、これね、名前、あ、そう、ポール・アレン、ビル・ゲイツ側陣営が、マイクロソフト側陣営がこれやで、相棒はね、ポール・アレンっていうね、うん、これまた同じような人なんで、これ面白いでしょ、これね、相棒がケムクジャラなんで、これそれでね、これね、この人でも実は天才プログラマーなで、この人エンジニアとエンジニアが組んでるだけど、この男は天才的なビジネスの才能があって、しかも本物のオタクでコミュ障なんだよ。はだからね、こう潜伏してさ作戦を練るんだよこいつ。ほうほうほう。でこいつもコミュ障なんだけど、その積極的なコミュ障なの、ぶつかるんだよ。でこれは引きこもんの。だからこの2つのコミュ障の戦いがパソコンを作ってここまで のし上げてる IT 産業で、この2人の要するにこれ両方とも大学卒業してないの、途中で辞めちゃってる、辞めたっつって、あで俺たちで やってやろうっつって、こいつら何したかっつって大人やっつけた、うん、でこれ面白いでね、で絵面が面白いの、もうこれが、うん、で俺さ、この絵面が面白いなと思って、これ奥これ気がつきました、何ですか、言いました、これですこれいたでしょこれ、有名なやつ、これちょっとカメラアップしてください、これジョブズとウォズニアックですね、これはぁ、確かにそれでこれよく思い出してください、これこの人ウォズニアック、うーしか言わないけど、この人運転してますよねこの人ね、できるんです、そういえばできるんです、これできるんだ、で文句言わないの、これいいコンビなの、これで2人でこれアップル作るんだ、これミレニアムフォルコンゴっていうアップル作って、でこれ帝国軍と戦うから、帝国軍なんですか、 IBM ですね、 IBM 倒したんだ、これジョブズってスターウォーズのルーク・スカイウォーカーな、この人だから、要はでありハンソロである、謎の説得力、そうで、なんでかっていうとこの人ヒッピーなんで、でヒッピーってジョブズじゃなくて、あのルーカスヒッピー、はいはい、でこれみんなジョン・レノンにやっつけられた人だし、でみんなインド最高で、この人インド行ってますから、あでインド行って師匠を探しに行くんだけどいなかった、で、うん、で戻ってきて、でコンピューターの世界、師匠はカリフォルニアに行った、師匠か、まあ、その師匠はいいとして、うん、っていう話なんで、これすげえ面白いなと思って、それでこれでね、この人たちね、ハード作って、この人はソフト作るんだよね最初、あでこれアップル2からマッキントッシュで、これマッキントッシュ作ってる時にこの人たちソフトウェアの部分でベーシックっていうのを作ってて、でこのベーシックっていうのないとパソコン動かないっていう状態に作ってる、うん、でマッキントッシュ作るんだけど、このこいつらのやつが使えないとベーシックないと動かないから、しょうがないからチームに入れるんだよ、あそうなんだ、それで一緒にマッキントッシュ宣伝もしてんの、へその間にですわ、こいついやソフトだとこのままだと絶対終わるなと思って、はいはい、Windows 作り始めちゃうの、大丈夫ハードを作んなきゃ、だからこれそのいわゆるその GUI って言われるそのグラフィックインターフェースっていう、これをまんまパクって自分で勝手に作っちゃう、で大喧嘩になると有名な話、映画にも出てくるやつ、へって流れなんで、こっちはあれだよ、手塚治虫になるわけよ、
手塚先生がジョブズ、手塚先生がブシプロ潰す時と一緒で四面楚歌になって、そのみんなからお前出てけって会社からクビにされる、ブシプロ倒産と同じ パターンで、これを救うのが誰か知ってる？知らない。ジョージ・ルーカスが離婚の時にお金がなくてしょうがないからコンピューターグラフィック部門を誰かに売りたいと思ってて、その時にこいつ金持ってるし NEXT っていう会社作ってアップル出たばっかり、この人買うの。へー、それがピクサーになる。ほー、でトイストーリー作る。でこいつ彼らの夢を応援したかったんだって言うんだけど、トイストーリー作ってるそのキャトラルさんとかその人たちチームの人たちは、いや全部嘘だよ、あいつ金出しただけだから乗っかってきただけだからっていうコメントも乗っかってくる、その番組に。むちゃくちゃ面白いっしょ。そうなん。そんでトイストーリーで株式公開してピクサーでまたこいつ大金持ちになるわけよ、うんうんうん、そんでその頃だよ、あのこっちの時代になってるわけよ、Windows 時代になってるわけ、まあまあ で、ね、Mac も終わりだなっつって、ギリギリの。そして凱旋ですよ、俺の NEXT 買わないっつって、買ってくれんだったら Apple 戻るからっつって、こいつ大人になって帰ってくるわけ。ピクサーで成功して NEXT で失敗して、失敗も成功も学びましたっつってこいつ帰ってくる。で何するかっつうと、今度ハードと同時にソフト作る、それが iTunes。 ほうで iTunes っていうソフトを母体にしてコンピューターハブにして、それを持ち出す iPod、iPad みたいなのを考えるのがなんと97年。97年に考えて気がついたらガンなんだよ。やべえ時間ねっつってギリギリやった仕事が今のそのアップル。その時にこの人何してるかっていうと、俺もう飽きたからっつって慈善事業団体、うん、だってそれはもうあんだけ大金持ちだからね、うん、710億円だっけ、なんかアメリカ中の金の半分を一時期持ってたみたいな。それでその貧しい子供たちを助けるみたいなことを言い出すっていう、うん、それでまあその関係が良好になりましたみたいなドキュメンタリーなで面白いなと思ってたんだけど、あ仲直りしたんですか最後。仲直り最後するんだ。仲直り最後すごい喧嘩ばっかしてんだけど最後仲良くなる。へいい話で、最後この人ががんになってるのこの人お見舞いに行きますから、だけど最後までこいつ理解できねえなって言って終わる。あそうそうそう。でそすごいすごい俺柿内君に言いたかったんだけど、これねすごい面白かったのが、この人 NEXT にいてひどい目に遭ってる時に Windows95 出てる、バカ売れすんこの人の時代切っちゃうんだよ、この人にインタビューしに行ったやつがいるんだよ、そんなタイミングで行くんだよと思うじゃん。そしたらまあ彼の仕事は認めるけど、とにかくセンスがないよねっていう。で英語ちゃんと聞いてるとソウルがないねって言ってる。だから要するにこのお前センスねえなっつって。でもね面白いのはジョブズ手塚様によく似てんだよ、うん、すぐ反省して言い過ぎたって電話してんのこの人これはね石森章太郎にビルっつって、そう石森章太郎がジュンってやつで売れて火の鳥が売れなかった時に手塚先生が悪口言うんだよ、はい、それを謝るためにわざわざ時矢荘まで謝りに来るっていう手塚様のエピソードあるんだよ。へとこれ似てるんだよ、この2人の話すごい面白いっしょ、うんうん、そんでねでありがとうスティーブン、それを認めてくれてよかった、だけどあの発言はさすがにひどいよねっつって、そうだよなあれをテレビで言ったら悪かった、だけど本当のことだろって言ったっていう君の作品 Windows がセンスないのは本当じゃないって言ったっていう負けず嫌いですわ。負けず嫌いっていうか何ていうか、うん、そうもうフォース持ってかすからこの人だ、近くに寄れない、危なくて切られちゃうからこの人そうそうそう、そんなこんなでさちょっと思ったのが、だからこれってさ、あのね、エンジニアがいてね、ここにエンジニアが。で、これエンジニアじゃない。エンジニアもできた。似てますよね。漫画家がいますね。うん、漫画描きたかったんだけど、漫画はうまくなかった。はいはいはい。これね、漫画家と編集者にすごい似てんの。で、これも漫画家と編集者なの、これ。に似てんの。で、この人、ジョブズいなかったら歴史の闇に消えてるはずなの。この2人ともそう。でもこれ結果的に大金持ちになれたのは、横にこういう面倒くさいやつがいて大した実力もないくせに俺が打ってやるおーですよ、おーですよ、おーですよ。これハーソロいなかったら中盤か、ウキ族はこれウキ族のまんまですよ。これこれどういう、うん、まあこの人なるのがいい、スターウォーズは長くなるのではあなるほどね、そうそういう存在だ。俺だからこの並びで言うとこれこの人は半ソロだよ、俺これウキ族俺おーですわ俺あーおーって言ってんのこれ山田さん、
絵描いちゃダメみたいなことをやってくれるわけよ。はい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 、そう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 。だから編集者ってめんどくせえなと思った時に皆さんここが書くですよ。ジョブズと仕事してると思え。あ、なるほどね。そう、スーツ野郎じゃないんだと。もうだからそうそうだ、できてる、その本当に編集者っていうのはジョブズだと思えば許せる。だからこ、だってこれデリカシーないんだから。あ、そういうとこも含めてね。しかも、うん、寝るなって言うんだからこの人。週に何十時間働くのは楽しいぜっていう T シャツ作って配るんだからこの人。へえ、ね、寝ないで働くのって最高っていう T シャツ。ワーカホリックなんだ。そうそう、それでアップルスーツ作らせたからみんながおかしくなって周り敵だらけになっちゃった。ああ、まあそれはみんな。でも時代は変わっちゃうし、すごいもの作っちゃうわけで、ウキは報われるわけよ。だからウキ漫画家に言いたい、お前の編集者はジョブズだと思えって話ですよ。間に合った、間に合わない、オーバーしちゃった、オーバーしちゃった。そう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 、そんなわけですいませんでした、いろいろと。そんなこんなも含めて、後半は俺たちがもし億も含めて1億円もらったらどんな雑誌を作るかっていうの、天才編集者が漫画雑誌作るとしたらどんなものか、俺もちょっと考えてるんだ、奥も考えてるよね、はい、っていうのと、あと竹内君にギラクエッションしたい。だこの人なんでこんなことになったのかっていうのをちょっといろいろと、それでまあ創作の秘訣みたいな、秘密みたいなのが見えたらいいなっていうのと、あと同じみしみちゃんコーナーっていうのもありますんで、よろしくお願いしますってことで、有料部分これで限定放送に移ろうかな。いいですか、どうですか。はい、そうですね、もうすぐ次回、あ、次回だけ、次回のことだけ、7月8日の水曜日、うん、8時から、うん、第22回がもう、うん、すぐそこまで迫ってますね、はい、はいはいはい、俺たち何やるか考えてないよね。全く考えてません次は。あ、でも候補がある、候補がある。自由って一体何だい、ダン鬼六伝説、エロと自由今こそみたいなやつやりたい。あ、夏だし、夏だし、いや俺最近ダン鬼六先生が夢枕に立つわけよ、くそのもっと自由に行けよっていう山田礼二、俺のだからヒーローはダン鬼六とこみ太郎だから、だからそのうちの一人のダン鬼六ってすげえなって最近思うの、やっぱり。でエロをしれっとやれる人ってすげえなと思って、最近長い子すげえなってやっぱ思ってるわけだから、うん、そんなんちゃうかな、エロと自由についてできてやろうかなってちょっと思ってます。でもなんか女性リスナー減りそうってちょっと待って、だからそこはさ気をつけてやろうよ。でもまあ下ネタ会やってくれみたいなリクエスト、何回、何回下ネタ会、だから下ネタはさ巧妙に避けてるじゃん、うん、でもまた巧妙に入れてくるじゃん、だ次はじゃ合法的に入れてこようかなっていう。ダン先生だから、じゃあ下ネタ会やりますか、文学だから、うん、あ、下ネタ会っていうか、まあそのエロスだよなっていうさ、その今こそ自由をって話で、で、まあ、尾崎豊は本当に自由だったのかっていうサブタイトルで、尾崎な、自由って一体何代でしょ、尾崎といえば自由って一体何代って、お前は本当に自由だったのかみたいなのあるじゃん。いや、あれは人は自由じゃないですよ。だそういうやつも自由という不自由に縛られるだから、そういうのもサンボマスターも含めて僕たちは自由なんですよっていうのも含めて次回やりましょう。うん、どうこれ、ということになりました今そんな感じであ、予習は別にいいかな、あのね、牛尾とトラはね、あのアニメ来月から始まるんで、それがちょっとのいい感じになってきたらやります。はいはい、そうですね、いやマジで俺も本当に、ということで、はいはい、さあ、はい、あの、はい、後半に移りますが、そうですね、限定放送に、はい、ファミリーの皆さんのために、そう、よりディープな川口義文の世界をちょっと来月なんかまた別の企画も用意してるんで、はい、うん、あとあの何だっけ、編集者に聞きたいことに対しての質問はもらってますんで、それ答えてもらおうと思ってるんで、分かりました、この後ね、はいはい、すごい貴重な回なんで今日、はい、今日ぜひ貴重だよ、はいはい、有料で待ってるんで、はいはい、はい、ファミリーになってねはいはい、それじゃあね、またね、また、はい、ファミリーになったらまた来週、はい、はい、全部見れますんで、チャオ、はい、じゃあチャオチャオチャオ。